その前には日本の和美はじめ、ぜひ立ち塞がってほしいところ。今道着そして帯をキュッと締め直しました。日本の和美はじめ、フランシスコ・フィリオに対して、さあ果たしてどんな戦いを見せてくれるのか。準決勝今開始。白フランシスコ・フィリオ、右側です。そして左側日本の和美はじめ、この準決勝ということになりましたが、牢山さん、はい、なんとしてもこの和美はじめ、先ほど準々決勝で見せたような素晴らしい攻めをね、そうですね、見せてほしいですね。今日の意味での本当の意味でのこれは決勝だと思ってますので、はい、素晴らしい下段の回し蹴り。和美パチンという音がこの東京体育館に響き渡りました。勝負というのは実際終わってみるまで何が起こるかわからないのがこの勝負の世界ですからね。この準決勝、はい、一瞬たりとも目が離せません。そういうことですね。フィリオの横蹴り、しかし和美も落ち着いています。もうフィリオもそのことは十分も彼は熟知していると思うんですよね。回し蹴り後ろ、決してこの相手がフィリオということで何かこう焦るような、そして臆するようなところが全くありません。むしろあの和美選手ですね、はい、まあ、彼は実力はあるんですが、はい、肝心のところでですね、自分の実力を発揮できないような部分もあるんですよ。あ、そうですか。まあ、しかしこういう舞台に立ってしまいますとですね、はい、半分居直った気持ち、まあ、今はそうだと思うんですよね、まあ、彼の本来の実力をこの試合で発揮してくれるんじゃないかなと私そのように見てますけれどもね。一つ一つの技に場内が大きく沸きます。和美、今までの中で一番いい試合していると思います。中段の回し蹴り、これは上段突き、これは反則になりますね。上段のこの突きが顎を捉えてしまいました。反則になりますね。フィリオの上段の突き、和美はじめの顎を捉えまして、これはどうでしょうか。注意はありません、注意はありません。続行ということになります。この下段、おっと、グラッときた。和美の下段回し蹴り、グラッときた。フィリオ、おお、いいですね。あ、これいい、これいい。中段の回し蹴りで攻めていく。バランス、あ、今良かったです。あ、これは左足ちょっと引きずってます。フィリオの左足ちょっと引きずってますよ。今効きましたね、今効きました。うわー、和美のこの右の下段回し蹴り、強烈な一発。そうです、そう、そう、思わず力が入る牢山さん。やはり師範の顔に戻っちゃってますけどもね。大山総裁がよく言われてましたんですけどもね、はい、まあ、人間神様じゃないんだと、人ができることは自分にもできるという、その気持ちですね。フィリオとて、これはもう鬼でも神様でもないんですから、はい、ですから同じ人間同士の戦い、これはやる気になればですね、それに付随するような力というのは自然に出てくるんじゃないかなと思うんですよ。そのあたり前田さん、はい、同じ格闘家としてどうですか。いや、その通りですよ、はい、この和美選手のファイト、どんな風に見てますか。いや、さっきの試合で記憶してくれたらね、もっといいんですよね。で、今ちょっと見てましたけど、本当にフィリオやらし聞いてみたいですね。先ほど準々決勝で和美はじめはグラウベフェイトーザブラジルを一本勝ちしております。さあ、この下段の回し蹴り、今のいいですよ、右の下段回し蹴り効いた。フィリオも、フィリオの左足を狙うべきです。フィリオも左足を引きずりながら、本戦3分間ここで終了です。フィリオ出なくなりましたね。さあ、この判定楽しみ。日本の和美はじめは赤、フィリオは白、4つの引き分け。あ、しかしこの表情、今フィリオの額に汗が光っています。初めて見せる何か、今までの表情と違います。あ、今汗を拭います。焦ったような表情を初めて見せました今大会。フィリオ選手、このようにがっぷり4つに組んだ試合は今日初めてやるわけですね。考えてみればですね、ここまで3日間の大会、はい、さあ延長の1回目、フィリオが窮地に追い込まれる、そういうシーンがなんと日本の、ああ、いいですね。そうです、そうです、そう、相手のまず足を封じることです。右の下段回し蹴り、これがフィリオの左足の動きを止めている。そうです、フィリオの今の左足、徹底的にそこを攻めるべきですね。今フィリオの左足がおそらくしびれていると思います。そう、この下段の回し蹴り徹底している。 そして中段の突き、前田さん、これ完全にフィリオの動きがちょっとおかしくなりましたね。そうですね、だいぶキック出なくなってきましたね。膝も低くなってきましたし、さあ、このフィリオを追い込んでいるのは山木でもありません、日本の和美はじめ。準決勝、しかしこれが事実上の決勝戦と思えるような素晴らしい戦いぶりを示しております。そう、下段の回し蹴り、嫌がってます、フィリオ選手、嫌がってますね。フィリオの動きが止まっている。止まってます、下段の突き、そう、止まってます。上段の蹴りも伸びません、フランシスコ・フィリオ。
彼本来の攻撃じゃないですね、フリオ選手の動きじゃないですね。これはダメージがあるんでしょうね。もしかしてもしかして日本のカズミはじめ大金星ということになるかもしれません。下段の回し蹴り、足効いてます。 そして左の下段フィリオの突き、そして横蹴り、あこの辺りもちょっと左足を気にしているのか。フィリオさん完全に自分のリズムを崩しましたね。そうですね、先ほどまでの戦いぶりじゃないですね。動きが違いますね。カズミはじめ日本わずか23歳。そう効いてる。ちょっと足を引いた。一方のフィリオもまあわずか24歳ではありますが今回の優勝候補。おーだ後ろ回し蹴り、どうかどうか、その後ろ回し蹴りと同時に下段回し蹴りやりましたね。その合わせ技、両方とも技ありありません。さあじっくりと見て中段の突き、下段の回し蹴り、カズミの蹴りが、カズミの蹴りがフィリオの動きを上回っている。さあ延長の1回2分間が終了しました。両者とも汗で、汗が滴りをしております。汗で光っている額。さあ判定どうか。またしても引き分け、またしても4腹審全てが引き分け。さあ2回目の延長戦に入ります。今開始。フランシスコ・フィリオ・ブラジル、そして日本のカズミはじめ、延長2回目までもつれ込んでおります。ブラジルの選手と日本の選手の決定的な違うところはですね、はい、世界大会の場合日本の選手はあくまでも、はい、空手母国日本の優勝のためという使命感をですね、強い使命感を持っているわけです、はい、ただブラジルの選手の場合はですね、あくまでも自分個人のプライドのために戦います、はい、したがって試合が延長が長くなって辛くなってきますとですね、試合を諦めてしまう、捨ててしまうようなところも抜けるわけなんですね。なるほど。だから延長3回、これがまさに勝負の正念場だと思うんですけれども、はい、まあ、和美選手はもうその使命感をやっと感じているはずなんですね、まあ、それがどういう側にどのように流れが変わるか、まあ、期待したいところですね。さあ延長2回も間もなく残り1分というところになります。フィリオが苦しそうです。今下をうつむいていた。下段の回し蹴り、あこれも掴みます。苦しさのあまり相手の道着を掴むフランシスコ・フィリオ。あフランシスコ・フィリオ選手疲れてますね。ここまで来て逆にフィリオ選手一発で気づいてほしいですね。あらさあ日本の勝ち始め、日本に王座を、この日本の王座を守るために、あちょっとフランシスコフィリオ選手、フィリオの下段回し蹴り、諦めてますよ、勝負諦めてますよ。右の中段突き、効いた効いた、突きも効いた、足も効いた。フィリオが苦しそうだ、苦しそうですね、フィリオ選手苦しそうです。さあ残り延長2回も残すところ30秒。あーカズミコール、カズミコール、1万2000台観衆はカズミコール一色だ。その中サンフランシスコフィリオを初めてここまで追い詰めています。第5回大会であの山木に敗れて以来、サンフランシスコフランシスコフィリオはまだ1回も負けたことがありません。そのフィリオに対してカズミはじめが攻め込んでいます、追い込んでいます。ああそう来た来た来た、さあ行けました、ここで終了、ここで終了、2回目の延長もここで終了です。さあ判定、攻めに攻めたカズミはじめ、これは今ゆっくりと道着を直します、はい、そして一方のフランシスコフィリオはうつむいたまま、赤が2本2本上がりました。さあ主審はどうか、中村主審はどうか、考えている、中村主審は引き分け、2対0、このまま体重判定となります。さあ10キロ以上の差があればカズミはじめ決勝進出、ない場合には試し割りの差。今場内に設定されました体重計によります体重測定が行われております。さあどうか、場内ざわめいております、場内ざわついております。10キロありませんね。これからその結果が場内に報告されるわけですが、ゆっくりとゆっくりと今フィリオそしてカズミ、この両選手が中央へ戻ります。計量の結果をお知らせいたします。さあ体重判定の結果です。フランシスコ・フィリオ選手、まずはフランシスコ・フィリオ 103.5 キロ、103.5 キロ、フランシスコ・フィリオ
さあ10キロの差が果たしてあるでしょうか。カズミはどうか。カズミはじめ選手97.5キロ、その差10キロありません。この結果